これタバコ吸いすぎやね。さあどうでしょう、スタートしてるかもしれませんが、うん、まだ CM 中ということがよくありますので、うん、少々お待ちください。大丈夫でしょうかね。最近あんま聞かないですけどね、ちょこちょこ CM が入るという話なので、うん、ちょっと待ちますけど、うん、いいでしょうか。はい、あ、今日はでもネットが遅いね。あ、大丈夫かな。大丈夫ですね、うん、はい、大丈夫だよ。落ち着いてよ、落ち着いて。あ、いつもこんな話ですよ。はい、じゃあ日本時間10時倍時間9時になりました。はい、なりました。和子さんをお迎えしてね、スペシャルウィークのウドラジオでございます。気取ってよろしくお願いします。お願いします。この拍手の大きさ、大きさ、ね、いいです。私の声も大きい。はい、皆さん、サラバスマーラー、こんばんは。こんばんは。バリ島ウブトラディオ、そしてジェゴックのファンの皆様、お元気ですか。元気です。遅くなりました。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくよろしくお願いします。いや、この和子さん、皆さんご存知だと思いますけども、明日、ペデンで行われます、満月公演、ジェゴック満月公演のツアー軍の団長さんの奥様で、仕事の時は妻じゃないんですか。妻じゃないんですか。ごめんなさい、マネージャーですね。一応マネージャー、マネージャー、マネージメントをしていらっしゃるマネージメントしていらっしゃる和子さんに、本日はスペシャルウィークということでお越しいただいております。よろしくお願いします。いや、こちらこそお手柔らかに。いやいやいや、まあ、本当にあのね、今回今年一番初めの満月、はい、そしてペジェンというね、由緒ある、そうなんですよ、地域であの素晴らしい見えないパワーの中で、そうなんです、竹の音楽ジェゴックをね、はい、ぜひ演奏していてくださいと言われた、チョッコルドさんはじめ、はい、チョコルドさんはじめ、日光院の皆様、そして今回、はい、たくさんスキップを買っていただいたファンの皆様にお礼申し上げます。はい、ありがとうございます。今ね、実は和子さんが出るということで、結構な方々たちがここに来ていただいております。うん、すごい、満席、満席、ありがとうございます。ウブドラジオで一番来てるんじゃないでしょうかね、人がね。一番来てるの間違いない。和子さんのお家から。うん、そう思ってます。うん、そうだと思います。まあ、何人か僕らのね、あれもありますけどね。まあ、でも本当にあのね、私、こうやってウブドの皆さんはじめ、自分の娘、息子の皆さんにいつもこうやってね、はい、温かくね、兄弟のように迎えていただいて幸せです。いや、ありがとうございます。本当にお世話になってますからね、みんなね。まあ、世話させないにしてね、頑張りましょうよ。トシ君頑張ったよ。何をですか。僕は 裏で支えるから。はいはい、何をですか。明日のことですか。でもさ、支えるっていうのは大事だよね。うん、妻でも夫でも、夫でも妻でも、友達でもね、そうそう、支えるものがあるから倒れないで、うん、頑張って、はい。目立たないからね、ちょっとほら。誰が目立たない。まず目立ちますけど、カズコさんは。カズコさんは目立つんですけど、本来支える人っていうのは見えないわけですよ、なかなか表にはね。まあ、カズコさんは目立っちゃうんだな。まあ、営業も兼ねてるからね。そう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 。カズコさんの顔が、そうそうそう。そして人を引きつけるんですから。そうそうそう。でもやっぱりね、やっぱりこのジェゴックという、この竹のパワー、はい、ジェゴックから生まれる、この見えない、こう、なんだろうね、力っていうか、うん、まあ、これは聞いていただくと皆さんよく分かるんですけど、聞いてもらわないと絶対分かんない。そうですね、私の声ではちょっとまだ心に届かないからね。いやいやいや、やっぱりあのね、体験してもらえば分かるっていう。絶対ですね、体験なんだよね。体験なんですね、聞くんじゃないのね。ステージでやってるやつとか、CD で聞くとか、あ、CD なんかとてもとても、はい、ああいう環境で初めて全てを感じられると。はい、っていうのはね、あのペジェンっていうのは、まあ、今回、実行委員の皆さん、頑張っていただいたんですけど、本当はあの私たち、昔からあのペジェンの、はい、あのまあ、月の聖堂が祀、はいはい、ま、ってるね、ペジェンの月と呼ばれてるね。はいはい、であそこのパワーは、まあ、同じバリでも特別な、ね、歴史もあるし、不思議なパワーがあるところなんですよ。そうなんですね。で、満月だし、それとうちのスワーラゴンという名前は、はい、スワールは五光なんですよ、光、はいはい、光ですね、光なんですね。だからスワラじゃないの。僕はずっとスワラだと思ったんですよ。あんたちゃんと読みなさい。あの、いや、もう分かってますよ。初めの頃だけね、初めの頃だけスペルがスワール。そう、僕聞いて、あ、そう、だから僕は偉大なる音っていうんで、スワラアグンだと思ったら、うん、違うんですね。そうです、
まあ、とにかく明日、明日神の光のね、満月の光の下で、はい、竹の、だと思う。いや、すごいいい日になると思うね。あの三十何年前この地獄をね、はい、復活させて、こういうこう感動っていうか、うん、あの その話ちょっと聞きましょうか ね。地獄っていうのをね、まあ、長くなる、長くなるでしょ。だからこう、うん、ポイントを押さえてキュッキュッキュッと。まあ36、5、6年前ですね、一時ね廃れた地獄を、まあ私はバリ嫁として、まあ夫というか夫の家族はじめ、ぜひあの地獄をね、もう一回復活させてくれないかっていう始まりだったんですけども、私はまあ本当にバリも知りたいし、夫とね、まあその時まだ若かったから、まあデートの気分でね、じゃあそうですか、あちこちの村行きましょうで、本当にあちこちの村裸足で歩いて、その崩れ落ちた地獄も形のを探したんですか。そう、もう崩れ落ちたしね、南部はない。皆さんね、ご存知の方が多いと思うんです、もう見てる人は。だけどもともと竹のすごい大きい太い竹を使って作られたこのアンサンブルなんですよね。うん、まああの地獄という名前の言われは、はい、あの偉大なる太い奥深い世界っていう意味なのね。そういう意味なんですか、地獄っていうもの自体が。はい、だからその、地獄という名前の言われは、はい、中央の一番後ろのね、中央にある、はい、あのでかいやつ。そう、重帝王の何代編成でしたっけ。全部で14代、14代の編成の一番後ろの真ん中のそうですねやつが地獄の、はい、という名前に。うん、それが竹が直径20センチぐらいで、なんか3メートルありますよね。はいはい、うん、こんなんですよね。こんなんですよ。こんな竹。まあ、それはオーバーですけど、大きさだ。あの、とにかく重低音は生で聞かないと。いや、あれはね、体感、まさに体感。この竹の、竹のね。初めて聞いたときに、あのジェゴグ、後ろに楽器に乗っかって思いっきり叩いてるんですよ。それを僕最初はアンプを使ってスピーカーで出してるんだよ、ね。ああ、はいはい。ああ、わかります。その感覚わかります。初めて、違うんだよね。生音であれが重低音っていう。だからまあ、なんて言うんだろう。この、初めて聞いた方は特にそうかもしれないけど、まあ、私なんか何百回聞いてますけど、はい、そのたんびに感じるのは、やっぱり体の中にその重低音がね、こう長、こう、流れ込んでくるのかな、はいはいはい、で細胞がねこうなんか、こう動揺するような、絶対トランスしますよね。何も知らずにポーンと聞きに行って、素直に聞いてるとトランスすると思う。だから小手さんがね昔聞いてトランスしたっていう、まあ、頭なんか真っ白になってこう上下左右が分からなくなったほどに、かもしれない、あれはちょっとそういう音の空間ですよ。明日お届けするのはそういう時間ですよ。そうですね。ましては、だから明日はフェジェンの見えないパワーと、竹から生まれる見えない風のパワーと、そして満月の光で、まあ多分今までにない演奏が聞けるでしょう。でここで、来れる方はね、ラッキー。そうですね。いや本当にね、これ営業じゃなく、絶対ラッキーだと思う。ああ、もうラッキーでしょう。そうですね。ちょっと普通の、ね、公演と違う。公演と違うもんね。やっぱスペシャルですからね。その、ペジェンの月のある、ペジェンの月と呼ばれるその銅鼓っていうね、聖堂の、ね、太鼓がある、あの、お寺のそばで、満月に合わせ、新年の満月に合わせて公演されるわけですから。じゃあそこ知ってます？3つの古い有名なお寺が。はいはいはい、これぜひ聞きましょう。で、あのプナタランサステと、はい、ペジェンの月を待ってあるプナタランサステ、クボエダ、はい、それからプラジャガット、プサジャガット、ペリンジャガット、プサジャガット、はい、これはね、すごい普通の地域にはないすごいパワーを宿ったね。まあ、一つは、まあ、私もあんまり詳しいことはわからないけど、このプナタランサステっていうのは大地の女神よね、レビースリーの祭ってるとか、それから、クボエダンっていうのはこれはもう今まで、なんていうか総理大臣みたいな力を持った、総理大臣みたいな力を持った、クボエダンっていう、ほうほう、でその方の伝説で、その方の霊を祭ってる、それからこのプサルジャンガットっていうのは宇宙の星、おへそってなっけ、はいはいはい、中心に基盤となってるから、だから普通にないパワーが、いよいよ楽しみ。あの辺は、今お寺としてないけども、ちょっと掘ったらいろんなものが出てくるっていう、言ってた言ってた、
もったいないよね、調べればいいのね、みんな。フォアガチャだって大金じゃん、分かる。今そのこの公演をやるにあたって、うん、そのチョコルタさんの敷地でやるんですけど、うん、その道を作るためにちょっと土地を削るというか、山というかね、こう土手を削ったんですよ、うん、そしたら出てくるんですって、ボコボコ、お寺の破片だとか、やっぱあれだけ掘れだけ掘れば出てくるよ、出てくるんだって、だからあの雲枝団のところにいろんなの巻きてるでしょ、雲枝団のお寺の中にそういうのを巻きてますよ、そうなんだね、船更の写真も大きいじゃないですか、結構そういう出てきたものを巻きてるんですよね、1000年前からペジェンに、ペジェンがなんか一番バリで古い町と言われてる、その1000年前の人の営みの遺跡が残ってるっていうのが、これはね、素晴らしい。あの地域はほら、ヒンドゥーばかりじゃなくて、仏教もね、あ、仏教はあるんですか、だからグアガジャだって、下の方行けばね、遺跡がある。ああ、仏教徒の跡もあるという。だからサムアンティガだってね、そうじゃん。地元にあったものと仏教とヒンドゥーと入ってきて、あそこでミーティングしてるっていう。本当バリの文化三神ね、あの死は上司のブラマ、作る、守る、壊す、ね、それの神様の、あのミーティング場よね、あそこ、サモア側、そこで今のバイヒンドゥダルマ教って一つの憲法が、はいはい、あの、ね、発祥の地なんでね、そこで発祥なんだ、そう、この近くなの、うん、だからあの近辺はね、まあこんなこと言って今ウブットの皆さんに申し上げて、ウブットのパワーよりも向こうのが昔から、まあ、歴史的にはあるんですよ、歴史的にはそういうとこもあります、ウブットは、まあ、これだけの芸術の村っていうのもあったし、芸術の街ウブド、うん、歴史の街ペジェンみたいな、うん、パワーのはありますね、うん、ありますね、一回そんなツアーとかもあってもいいぐらいだね、ペジェンのそういう歴史散歩みたいな、あの分かってる方は、まあ今の観光客全部じゃないですけど、やっぱり寄ってみたい、興味を持ってるお寺、そんな場所で明日やりますので、はい、ちょっと一回ね、あのあれです、オープニングをしてないので、オープニングか、オープニングか、こっからオープニングしていいですか、今オープニングだった、これからもうここまでが前座ですか、これはまあプロローグ、ここまでじゃないかな、ここまでじゃないけどプロローグ、ここからね、いろいろあの準備してますんでね、まあいつものことですから、お楽しみに、楽しみに、さあ、それではじゃあオープニングから、ちょっとオープニングちょっと今日は出てありますからね、行きましょう、Radio Republik Indonesia Studio Denpasar dengan gelombang 15,3 meter. Selamat mendengarkan siaran kami. Let's go Ubud Radio. 世界の端っこ、ウドのラジオ。まあ長かったけど、ね、パパのコメントをさ、パパ、全部だよ。いい声してる、響くんだよね、また重低音のジャンプは。いや、僕もいい声。映像出ちゃうの、タバコ吸いな。あ、いいと、出ちゃいますけど、どうぞ。僕も吸っちゃう。というわけで、だいぶもう話は進みましたけども、こっからがいよいよ本番。そうだね。ここからもう、私初めから本番の気持ちだけど。いや、もう飛ばしてるのは分かってますよ。だから僕もう喋ることないんだけど。ねえ、これからもう。これだけね。うどん。もう邪魔してるだけ。いや、今まで結構僕はね、こうビシッとこう、なんていうの、カチッとまとめたつもりだから。ね、ゆるさこそがウドラジオの魅力じゃないですか。それ言ってるの自分だけじゃない、いやいやいや、皆さんもそう思ってらっしゃるはずですよ、見てる人ね、本当に、まあ、とにかく私は本当に今回のね、はい、チョコルドさん、あ、ちょっとこっからもうね、満月にちょっと明日のための月は映ってますね、映ってないですね、映ってないけどね、見えてるね、まだからは、ほら、あ、素晴らしい、素晴らしい、明日も明日もこれで行こう、いや、もっと素晴らしさは、お月さんが喜んでるわ、我々を祝福してね、聞いてる、聞いてる、これ、ああ、そう、そこで聞いてる、私が参加しに来てる、ここが指してる、素晴らしい、すごい、ね、ね、いい月がね、来てますね、これね、まあ、あのマンクスエントロも今夜からお祈りしてます、ああ、ありがとうございます、もう頼もしいね、あのバリではその雨よけっていうのが結構あって、お祈りでこう雨を降らないようにってことやりますけど、ね、この間パパに会って言ったら、何時から何時まで止めたいんだっていう話をね、してくれて、そこまでコントロールできる、すごいね、で僕はいや4時から、まあ、9時ぐらいまでやってくれたらいいよって言ったら、いやいや違う、10時間かって言ってくれって言って、いやもう今日から明日の終了まで降らないでくれって、まあ、でもね、本当は無理に止めるのは良くないんですよ、うん、だから我々が
あの目的とする時間前に1回ね、あのこう、あ、振ってもらってもいいんだ、ね、ってもいいの、うん、1回無理しないから、それは分かります、うん、じゃあそれ神様が一緒に降りてくるから、ね、そうですね、それもありますよね、やっぱみんな雨降ったら嫌ですね、そうですね、もちろんもちろん、あのうちの演奏、ああ西君は、ああ西君はって言っちゃった、そう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 、雨降ったら困る人結構いらっしゃいますね、嫌ですね、やっぱね、できれば入ってほしいけど、でも雨の中でもジュークは演奏するんですよ、あのうちの演奏者は雨が降ろうが電気が消えようが風が吹こうが楽器が壊れない限りは演奏してますから、かっこいいじゃん、見る方が大変だと思うよ、あ、見る方が大変だよ、結構でも僕はあの雨で濡れながら聴くっていうのも僕はどうなんだろうね、テンション上がるような気もするんだ、上がると思うね、うん、あ、そう、雨を当たらないようにデオクの下で聴いたらいいんじゃない、いや本当にあのまあ明日ね皆さん、はい、演奏聴いていただくと分かると思うけども、とにかく真正面に自分のハートに音がぶつかってくる、うん、頭じゃないから、ハートですよ、うん、それでもっといいのは演奏が続いたらね、はいはい、ぜひあの楽器の下にね、そうですね、これが地獄の聴き方ですね、入っていただきたい、ただあのまあこれだけね、いろんなお客様いるから大変だと思うんですけど、はい、一番いいところは後ろの重低音の下、うん、そこはすごいと、ただね、当日でもすでに100人ぐらい来てくれるということは分かっているのでね、あのすごい接戦になりました、まあ、お互いに譲り合って、譲り合って、交代交代、ちょっと感じてほしい、はい、そうですね、場合によっては音がぶつかり合って渦を、ね、巻くようなものが、はいはい、うん、頭の上でこう回転する、本当にそれ僕見ましたからね、僕は見ました、そういうそこまでのやつを、ね、僕も味わいたいね、うん、明日は、うん、多分これは本当にスペシャルで、そういうやる人がそういう気持ちに入っちゃう、あ、うん、でもね、反対に私から言わせてもらったら、やっぱ見る方のその心パワーがやっぱりうちの演奏者に送っていただかないと思いませんからね、だから演奏者だけで燃えてもダメなんですよ、そうです、やっぱり会場の皆さんが来てくれてる方の、そうです、それは分かりますね、うん、だから、宇宙のパワーね、月のパワー、はい、それからあの、どこだっけ、ペジェンのパワー、ペジェンのパワーで、うちのジンバラナ県のパワーも持ってきますからね、はい、そして演奏者の心、はい、観客のか、これ一体にならないと、うん、一つになってるもん、そう、会場が一つになって、うん、今のウドラジオのようにこの会場との一体感たらないですね、今ね、ある程度何人かね、聞いてないな今話をっていう感じで僕は見てますけども、あ、どうだ、みんな聞いてくれてるのかな一体感を出していこう、聞いてる、聞いてる一体感大事じゃないですか、あ、絶対それは、はい、本当に観客の皆さんにお願いしたいのは、ぜひあのお客様のパワーも、はい、送ってください、送ってください、ここにいらっしゃる方はみんなパワーを持っている方たちなので、うん、もう皆さんそれぞれね、あのそれぞれのキャラクターのパワーがありますから、そうですね、そうですね、これぜひ、ね、一体感を求めてやってきてほしいです、でも本当に私この地獄を30年何年前を復活させたけど、地獄はぬがらしかっていうのが一番強かったんですよ、あ、それは分かります、やっぱり生まれた土地で、うん、やっぱりその楽器と思ってる、地獄を聴きに行くんだったら、うん、純ブラナまでっていう、ぬがらまでっていうね、そういう思いはありますね、それはね、その魅力は分かります、うん、でも、うん、今回このペジェンっていうのはね、うん、あの私相当前からも考えたね、うんうん、そしたら実行委員の人からお話いただいて、うん、本当って、まあ、心の中では感謝ね、あ、そうですか、口では感謝してないけど、ぜひ口でも感謝していただいて、いや、これは明日の公演終わってからだと思うよね、ああ、そうか、じゃあ、さぞこだからありがとうっていう、こう、そう、あの土下座するわ、土下座するの、そう、謝るときじゃない、謝る、謝るの、うん、今までごめんねって、そうなの、いやいや、もういい公演さえ見れれば、もう何も、うん、多分あの素晴らしいと思いますよ、うん、ちなみに、団員さんの気持ちはどうですか、今。団員たちは、うん、お、ペジェン？ペジェンってどこって初め言ったのね。あ、まあ、知らないですよ。知らないか、知らないか、まあ、だって昔、ウボってらっしゃるで、うちの地獄知らないもん。そうですね、そうですね。うん、で、うちの船長さんが、団長が、はいはい、ペジェンっていうのはこういう歴史があって、うん、こういう神が宿ってて、こういうね、うん、そういう不思議なとこであって、はいはい、今のバリよりはもっと前のもんであったし、うんうんうん、そういうことをいろいろ説明してました、はいはい、やっぱりバリ人ってね、そ
そういうところは、ね、真剣に聞くんですよね。そうですね。普段キャラキャラしてるけど、一緒に聞いた。そうなんだ。ということは、俺たちの先祖とか、はいはい、そういうとか、うちの家系と、あそこ同じだねとか、そういう、うん、話を聞いて、うん、だからそれなりに、まあ、あの半分は、あっ、ペジェンという村に行けるっていうね、はい、楽しみと、半分はやっぱりこのペジェンのパワーを、うん、信じてるから、多分まだまだ楽しみですよ。多分中には1人、2人、タランス入るんじゃないですか。いやー、そうは期待してますね。聖水、たくさんいるじゃないですかね。あとね、やっぱり、シャバシャにするぐらいですよね。満月の日だから、満月の日だから、降りやすいかもしれない。そうですね。うん、まあ観客の方をね、トランス入らないでほしいんですけど、ぜひでもそのことが起きてもね、僕の方は、いや、もう、まあ、これは静止しかないんで、ね、静止しかない、うん、バシャバシャっていくんで、ね、素直に聞いてほしい。僕はあのね、ああそうですね、うん、そうね、本当にもう、うん、あの空っぽな気持ちでこう先入観をなくして、うん、まあ、こんなに先入観をね、与えてるような放送しても、先入観を与えてないね、先入観を与えてないね、先入観を与えてないね、でも空っぽな気持ちでぜひ聞いていただきたい。だから無の世界、無の世界、これで来ていただいて、あとはもう浴びるだけっていうね、音を浴びて、月を浴びて、そうですね、感じるもんだよ。もう今すごいもん、もういい月が昇ってますよ、うん、いい月が。で、僕がね、3日ぐらい前ですかね、現場に行って月の上がる調子を見てたんですよ、うん、まあ素敵ですよ、うん、あーあのね、幻想的、うん、多分楽団の後ろのね、そうです、上がってくるんだよね、楽団がね、こう見てで、俺たちここが聞いてね、月がこの辺、そう、月が上にバッと上がって、ここはね、ドリアンの木とかでこう埋められてるんでね、うん、でその間からこうスーッと登ってくる月の感じがものすごく幻想的、これをね味わっていただきたい。いや素晴らしいですよ、じっくりの方、まあ、いいね、これはぜひ素敵な声にしたいなと思いますけど、まあ演奏は我々に任せてください、ね、もうそれはもうスワラブンさんですから、はい、頑張ります、大船乗ったつもりでおりますから、もうお願いします。踊りもありますね、はい、踊りも、はい、踊りもございます、はい、大変あの国際公演経験豊かな、はい、大変チャンティックな、チャンティックな綺麗なお嬢さんが、そうですね、でスワラボンは団長の好みで可愛くしか、はい、はい、そう存じております。あ、そうですか間違いないね、その辺は、うん、ね、ペジェンの方はどうですか、あのなんか評判というか、こんなことやるって話聞きますか。ごめん、全然知らないそうですか、ベジェンの、ポテツさんはね、ベジェンの村の一員なんですよ。でもね、あの奥さんもベジェンの方なんでね。あの今日たまたま行ったじゃん、はい、トシ君がいてくれてさ、そうそう、たまたま会場で会ったんですよ。たまたま会ってよかったなと思ったけど、うん、写真を撮りに行ったら、うん、近所の人がさ、やっぱね、うん、僕らがいると、なんだろうなんだろうって来るじゃん。そしたらさ、あいつの娘、お嫁さんはペジェンのやつで、うん、どこどこにいるってみんな知ってる。あ、やっぱ有名なの。そらねペジェンの星だもん。あ、星、王子様、星の王子様で先週言ってたけど、ペジェンのパサーでカジちゃん買い物すると高く言われるらしいで、うん、有名だから、日本人と結婚してるからこれぐらいの設定だっていうんで、ひどいね、うん、まあひどいって、それは自分次第よ自分次第はっきり言って、うん、だからわざわざウブのパターンまで買いに来るらしいと、まるちゃん。てか、ペジェンあんまりないからね。まあね、まあね、ちっちゃい一番。買えるものがないから。あ、カレちゃんが、カレちゃんが来れるんだね。それはお父さんが稼ぎがあると思われてる。そういうことですよ。そういうことですよね。ウブでこんな大きいお店やってるんですよ。こうやってビールはね、飲むし、飲むし。そうですよ。で、草にもお店出してるし。あ、そうだね。で、週末は野球だって出かけるしだね。テニスもやるしね。テニスもやるし。あ、それはテレビじゃないかなと思うかもしれない。そうだよね。まあでもあの本当に割とってね、そうやってあの余裕のね、時間に余裕を持って楽しんで、同じ苦労だけどね、でも楽しんで、仕事の苦労は一緒ですよ。同じ苦労だけどもまで僕行ってないと思うんですけども、いや、それなりもそれなり苦労してる、苦労してらっしゃるよ、それなりに苦労としてらっしゃいますよ ね、歴史ありですから。大変な時は日本に働きに帰ったこともありますし、あったね、そうですよ ね、この間シンガポール行ってね、なんか帰れなかったか、そうそう、シンガポール行ってね、それ2日ぐらい帰れないっていうね、一人で無一文に近い状態だったって、ご飯食べなかったらしいですからね。まあでもそういうね、経験を乗り越えて、おります、うちにね、終わったことはね、そうそう、まあ、和子さんはもっとね、もっとこういろんな苦労してきてますけど、私、自慢じゃないけどね、苦労の自慢もできるし、ね、楽しいことの自慢もできるし、ね、好
き勝手なことの自慢もできるし、自慢いっぱいできるんだね。本当本当。でもあの苦労でも自慢してもいいんだよね。もちろんもちろん。だってお前イアンジャイアの山奥でね、もう言っても僕らより年上の方ですよ。普通に川のね隣でね転がって寝て、うん、元気に次の日起きてまた歩いて川登ってって、その未開の地にまで行って、でもそれもやっぱりほら生きるっていうためだから、素晴らしいね。皆さんそうでしょ、生きると思えば頑張りますよね。そうですね。ちょっとじゃあここで一旦せっかく皆さん来てくれてますんで、和子さんに質問なんていうことをしましょう。聞きたいから。桑名が手挙げて。桑名が手挙げて。桑名ちゃん。何、和子おばちゃんだよ。そんな苦労していた和子さん、ちょっとじゃあ質問をね、受け付けたいと思います。僕と目を合わさないようにしようとしてる人結構いますね。これは僕、先生になった気持ちですね。中学、高校の先生はこんな気持ちだったんでしょうね。今、一人だけ僕と目を合わせてくれる方がいたんで、おそらく私に来いと。ということで今でも飛ばし始めましたね。やっぱりお名前言ってもよければ言いますけど、何でも、いや、和子さんについてもうどんなもう緩い番組ですかね。和子さんについて、はい、おお、あれだけの団員をまとめれる秘訣、うん、はいはい、ある時はお母さん、ある時はマネージャーとして厳しくやってらっしゃる、うん、そうね、それ言われるとちょっと、でもやっぱり私がね、生きるためにこのジェゴックとともにね動かなくちゃいけないとなれば、一人でも音が出ませんからね。だからやっぱり団員たちがいるから音が出るし、だからその団員の時は私は大事にしてあげて、演奏終わったら普通の村の子供たち、息子のような接触で、あとはやっぱりバリトっていうのは、まあ、共同体、バンジャロスに組織があるから、一人では何事もやっていけない、それからお互い助け合って、はいはい、で助けたときはいつかまた助けてくれるから、うん、まあ、そういったバランスが大事だから、うん、別に意識して、うちのグループをね、使っていこうっていうのはないね。っていうのは、だって16人集まらなかったら演奏できないんだから。そうですね。もういや、でもこうなんかその中にはこうやんちゃなことを言い出す子とかもありますよ、ありますよ、ね、うん、あるけど、そういう時は、いや、あなた一人でもね、うん、何もできないんだから、うん、やっぱりこのみんな の, あの心が一致しないと、だからあなた一人抜けてもいいよと、うんうん、抜けたら他の人がまた埋めてくれるとか、うん、まあそんな深いこと考えなかった。うん、ただ、まあ、まあ、海外公演とか、ね、はい、そういう公演に連れて行くときはやっぱ大変だった。あ、大変ですか。だってジンブラの村から出たことない、電波さんも行ったことないけど、飛行機乗っちゃうんだもん。ジンブラっていうのは、そう、ゼルブドからもっと西にどれぐらいでしょうね、うん、まあ車で 3,4 時間走ってようやくたどり着く場所ですけど、でその時はやっぱりね、彼たちは半信半疑でね、で靴を履かせて、ね、靴なんか普段履かないけど、それを1週間ぐらい前から靴を履かせるで慣れる練習とか、靴自体に慣れてないのか、うんうん、そうだよ、みんな裸足で、ね、そこから行って、うん、日本で裸足とかサンダルの方がいかないもんね。で、あとは機内ではね、お手洗い行きたけど我慢して大変がいるんですよ。怖い怖い。今は慣れてきたからね、みんなお互いに教えられるって、昔は我慢してると私なんとなく分かるんですよ、心臓で、あ、これこうお手洗い我慢してるなと思って、で、そばに行ってお手洗い行きたいのって言ったら、やぶって言って、で連れてって、でそれがもう緊張してるんでしょうね。緊張と、どこでお手洗いをしっかりしていくか分かんない、分かんないのか、飛行機の中にお手洗いあると思ってない。そうやろうね、本当に面白い話だけどね。で私がそうやって見て、あ、この子お手洗い行きたいんだなとかね、なんかなんだか自分がほら分かるじゃないですか、我慢してるっていう時の。そうですね。で お手洗いの使い方教えたり、で、あとまあホテルのね、使い方とかいろいろありましたけど、はいはい、まあそれも5回、6回、10回、何十回日本公演をね、はい、させていただいたので、まあお互いに教えっこして、うん、そうやって慣れてきましたけどね。だから彼たちは舞台行ったらスターなんですよ。そうですね、そのスターで、私は楽屋のおばちゃん で、はい、彼たちのね、身の回りとか気を使ってあげなくちゃいけないっていうのは大変でした。でも今は立派ですよ。日本行ったらね、一番初めに聞くのが、あのイブ、ここは燃えるゴミ、これはボトル、だから、そう、
これはね、素晴らしい。バリ人でそれができるっていうのは信じられないですね、うん。だからね、今皆さんね、お仏でもそういう活動してるでしょ、うん。だからまあそうやってね、教えてったら。一番いいのはじゃあ日本連れてって。まあ現実見せるね。まあ、現実でもまあ、そうだね。そう、うん。でもそれが慣れてるから、あで、あの過去にインドネシア語でね、にサンパヤンビサバカールとか、はい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 、でそれ一番初めに聞く、でどこタバコ吸いのっていうのも聞く、うん、だからそれはねありがたい習慣の、うん、環境だね、そういう日本の環境にこう触れることで、そうです、ね、そういうものかなって思うっていうで、お手洗いもあこれブルーは男、赤女っていうのも分かるじゃない。うん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 、でもいろいろありましたけどね、このどうですか、うん、全員村の人ですね、スララグのメンバーは。あの基本的なうちの団長さんは、そのジュンブラナ県の、ね、あので生まれた文化芸能だから、もちろんジュンブラナ県と何ともやってますけど、やっぱり自分の生まれた村、サンカラ郡の青年たちを、やっぱり一緒にね、それがまたバリっぽいね。だからちょうど復活させて今36年以上過ぎましたよね、今4代目ですよ、うん、4代目な。だからお父さんね、うんうんうん、おじいちゃんスエントラさん世代が一番上だよね。その上がいる、あの上がいるか、あだ、うん、2世代目でスエントラさんか、スエントラさんのお父さんの時代の青年、青年とかって言うけど、はい、そこからは今4代目ですよね。でそれをまあここまで歩んできたってことは、はい、私も4代目年を取ってるわけよね。うん、若いですけどね。いや気は若いけど、気どころかも。でも本当にびっくりしますよ、この子生まれる前から今演奏してる子が、そう、赤ちゃんの頃赤ちゃんじゃなくてまだできてない時、できてない、まだ正規にすら出せない時代の話だから。でもやっぱそれだけ村の人はね、あのまあ守り続けていこうと、まあ時代とともに、まあ、生活とか音の感覚も変わってきてるけどね。そうですね、セレナさんがよく言うのはやっぱりこのテープじゃないね、今時テープなんて聞く人じゃないねCD とかで聞いてるだけでダメだってことはよく言ってますね。昔の人はあの生の音しか、バイジンの話ですよ、あ、バイジン、生の音でしか聞いてなかったから出せる音があったんだけど、最近の子っていうのはやっぱ CD とかで育ってるから、でロックとかもやっぱ聞くから、まあ両方聞いていいんだけど、そればっか聞いてるとどうしても出ない音が出あるみたいなことを言ってましたね、メンバーさんがね、この間。そうそうそう、それがね、一つの、うん。でも、それをあの 100% ダメとも言えないんですよ、うんうん、言ってました。やっぱり時代時代のね、流れがあるから、だから古典音楽の中でも、ちょっと現代っぽいリズムを、うん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 、だから明日はそれに近いあの演奏しますけどね。古典の中にも現代リズムが入るっていうね。あとに質問がありますか？何ですか？質問ですか？質問ですか？ありがとうございます。じゃあもらおいのし映ってないところで今明日ね。はい、はい、気をつけて。バイバイ。明日おはな。思いっきり今ね車の音をぶつけませんでしたか？え、マンディマンディ、はい、いや30何年だからね、30何年からね、早いですね、すごいですよ、早かった。あでもね、その30何年前の話してもね、まだ皆さん30以下かもしれないけど、まあ僕もまだまだ精神になる前の時代ですから、ね、30何年前だったら、うん、でもやっぱりあの時代は良かったですね。あそうですか、うん、村にね、こう何復活運動行くわけね、地獄のね、うん、で下から車で行くとライトが山の、ね、住民の方にこうライトが見えるわけ、はい、そうすると山の方からカンテラの光がポン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 こうやって降りてくるので、ここ途中でこう合流するんですよ。ほうほうほう。でこれ以上はもう車行けないから歩くんだよね。うん、歩いてその あの山道歩いて、はいはい、でカタツムリにね足はわれて、だから踏んじゃうわけ。あ踏んじゃうのか。で血が出るのね、もちろん血が出るのね、カタツムリが私が、あそうなの。なんでカタツムリって言われたの。そんなに、うん、そう、すごいですよ。そんな硬いのか、カタツムリ。硬い、硬い。そうだよ。いや、カタツムリ踏んだことないから、何にも想像つかない。そしたらね、その場でね、農民の人が、パーッと走って、こう、薬草。あ、う、あ、ん。口の中がガガガガーって噛んでね、ペターって貼ってくれるのよ。ああいいですね。気持ち、まあね、なんかね唾液が、うんうん、
本当に止まっちゃうんだよね。あれは見事。今でもありますよ。だからこの人よくアポテック、なんかはよくやってね、アポテックヒドプって言うじゃないですか、自然の薬局屋さんっていうね。漢方に近いんでしょうね。そうですよ、漢方に近いっていうのはね、殺菌も全部したよ、あれは見事だね。ああ、いいですね。そういう時代に自力を求めて歩き回ってたと、で練習の皆さん練習ね、タバコ、まあ30人とか、まあ、いますよね。タバコをね、これ10本入りだと3箱持ってって、うんうん、1本ずつね、こうやってそれでも喜んでね、練習してくれたんだよね。雨水のコーヒーね。雨水のコーヒー、何ですかそれ。雨水であのコーヒーを作ったけど。え、カズコさんが？水です、もちろん。え、雨水を、雨を降ってるところにコップを乗せ出して、じゃなくて、溜めてあるじゃないですか、村人と。あ、水道がないから。へえ、いや、ごめん、もう申し訳ない、僕こういう時代というか、そういう世界を知らなかったら。でもそういう、雨水を使うために溜めてる。雨水の必要性から使う水を溜めてるわけよ。ほう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 。井戸じゃないんだね。いや、山だから井戸だから。山だから井戸だから無理なんだ。ほう。で、そこで、ね、お湯沸かして、一生懸命練習してるから、途中で休憩で雨水で作ったコーヒーとか、雨水で研いで炊いたご飯とか、もうそれで最高だったのよね。いや、いいじゃないですか。ところが、ところが今は、今の若い人は、あ、いや、もうこれに買ってとかね。そうだね、そうだね。今なかなかタバコ一本で演奏してくれてないしね。でもうちの団員は、タバコ一本で。あのね、まあ私が強制にしたかもしれないけど、一箱あげちゃうと自分だけ持っていっちゃうから、だってはいはいはいって私はやるのね。まあそれでもまだね、や、頑張ってやってくれてるけど。いいですね。雨水で入れたコーヒーなんていうのはいいですね。なんかちょっとこう、雨水でご飯炊いて、ご飯炊いて、おかずは本当に唐辛子とお塩と、うん、もうなんか野菜があればいい方よね。中には唐辛子とご飯だけで。なんかしょっぱい油でくるっと入って辛かったら、なんかご飯が、ご飯がね、本当に、あの普通1人前 100g とするでしょ、200g は食べるよね。いや、山盛りでね。パワフル。でもそれがまた素晴らしい、パワーが、そういう時代もあった。ちょっといい話を聞いたな、今な。いや、いいっていうか、そこからスタートだからね。そうですよね。だから僕なんかはその時代と接触してないから、聞くだけでもちょっとこうテンション上がりますね。だからそれを復活するために、昼間、朝8時から夜の9時ぐらいまで仕事。はい。それで9時を仕事終わったらすぐにもう脱がらまで、はい、車で、今は道がいいけど、昔はデコボコだから、車で3時半か半、4時間かかったから、今は渋滞で、3時か4時間ね、昔は道路が悪くて3時か4時間だったから全然違う。で行くと、我々の車のライトと村人のカンテラが、あ、未だに昔ね、昔ね、今は電気、今は電気だから、そういう時代で、それでもうとにかく復活させるために自分たちが町で得た収入はもうそっちの方に、ほとんど。あ、大変ですよ。一回そのね、戦争、第二次世界大戦があった時にオランダの占領下だったんですね、そのバリ島っていうのが。っていう時にその太い竹を使って演奏するのがそのまま竹屋にも使えるんじゃないかということで禁止されてた。ね、そういう説明しないと、ね、そう、それ説明しておかない。で、それで一回伝えてしまった地獄って音楽を、その和子さんとスウェントラさんのお父さんも一緒ですね。いや、だからお父さんがそういった、主に動いて、お父さんがそうしてくれという、で私は嫁だからさ、はいはい、夫が行くとこはね、まあ、ある程度ね、不詳不遂と、そんな感じで、そんな感じで、もう最後、まあ、今までずっと支えてきてるわけですから。まあでも今は楽になったから。楽になりましたか。何が楽になった。いや、 やっぱりほら4代も続いてればさ、親からここから孫って教えていけるじゃないですか、大体この地獄の公園の動きとか。最初が一番大変でした。最初はやっぱり最初はね、あ、最初の立ち上げが一番きつい。一番今まで辛かった時代っていつですかね。いや、スラダー軍としてですよ。スラダー軍として一番、あ、大変だったなって、その一番大変苦労したなっていう時期どれですか。やっぱり周りの農民がどこまで信用して、一時の、ね、娯楽じゃなくて、これを残していきたいっていう、で彼たちだったら仕事を持ってるし、農作業を普段はやってるんですよね、やってるし、やっぱり常にね、スワラボの行動に共にできる代もいないじゃないですか、はいはい、でそこをうまく説得してね、そうすると、
まあ、少しだけど、わずかだけど、お米1キロ分ぐらいのね、うん、お手当てもらえるよ、だからお手伝いしてって言えば、まあ、人間ってさ、あ、そうだったらね、働こうかと。いいでもいいな。でそのうちに海外公演になったからね、海外公演になったら夢の国行くみたいだから、そうでしょうね、海外行きたいから一生懸命練習してくる。日本公演で、あの、うん、ワールドカップ、ワールドカップじゃない、そうそう、ワールドカップ、ね、フランス大会で、1980年にフランスワールドカップのオープニングの時に全国としてサラブが行ってましたよ。僕だってインドネシア代表で、インドネシア代表で、うん、言ってらっしゃいますから。でサッカーはね代表じゃないけどね、サッカーは命は代表じゃないけどね、うん、あんまり強くないからね。ね、あんまりどころか。あの時もやっぱりアジアの音楽ってね、ヨーロッパの方すごい気持ってるから。そっからスタートしてるところまで、お米ね、一袋ですか、わかんないけど、それぐらいのちょっとの量から始まったスワラ軍がフランスまで行くわけですから、すごいですね。ね、でもやっぱりこれを認めてくださった、はい、やっぱり、まあ、やっぱり日本人の方が一番初めだからね。そうですね。いやーもう話つきあいですけど、一回小鉄さんがどっかに、ね、行っちゃいましたね今ね。あれはプロ意識がないね。まあ我々プロじゃないからあれだけど。その隙間を縫って一回 CM 行ってからまた続けたいと思います。一旦 CM です。ピンジャム行く？ベンジャムウェンタンジェゴキリンラウコペジャンエイ。ああいいでしょ。カデル先輩。ヨマンヨマン。うちのスタッフ。あんたはカデやないの。あ、ね。いや。サバッチやったら知ってるけど、アンカサは知らん。質問しますから考えてください皆さん。カエルこれ。あ、欲しい。しかも美味しいハンバーグやスパゲッティもあるんですって。っていうか、もう来てんねんけどな。アンカサコーヒーです。どうしよう、飲んでください。ルブド、憩いのカフェアンカサ。ルブド、三銀岩通りのイタリアンカフェ、フィオリチッタのおすすめは？バリ風ソーセージ、ベネラビアータ。砂釣りのソテー、ピザザポネーゼ、パンケーキ、枝豆、それイタリア料理ちゃうやんけ。ブーブーはええー、とこだって、フィオレチッタがお待って。ディアスクッタッパレリッカリラッマンティッカリリッランティッタンドゥラリペダペダラルパティルピランコリカンコッカヤキリカンコ。はい、というわけでちょっといい感じだったでしょ。いいですね。地獄の音もちょっと聞いていただきながら、はい、CM 放送をお届けいたしました。ここでまたちょっと質問がもしある方はね、和子さんに、はい、どうぞ。六本木、あ、サントリーホール、はい、ありがとうございます。はい、はい、この辺りのエリアのどのくらいのランクというかレベルのホテルとかアパートとかがあって、そして何を食べて、はい、ありがとうございます。ちょっと今、あちらから声を拾いにくいので、僕が説明させてもらいますけど、うん、日本でのサントリーホール、六本木のサントリーホールの公演の際に、どのぐらいのクラスのランクのホテルに泊まっているのか、また、どの辺で食事をされているのかという、どういうものを食べているのか、どういうご質問でございます。はいはいはい、ありがとうございます。すごくいいご質問ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、私幸いに日本生まれで、はい、ある何十年日本育ちだったので、日本の生活、まあ、水準って分かってるし、はい、で、うちの団員たちが日本に行った時も、やっぱり彼たちのね、やっぱり、まあ、健康もそうだけど、慣れないことを無理にさせるのもかわいそうだって気持ちがあったので、はいはい、私の、なんて徴兵元のお願いは、はいはい、まあ、宿泊所はそんな高級じゃなくてもいいけども、まあ、みんなが離れないような環境のお部屋、むしろ大部屋の方が一番いいな。そうなの、大部屋、わかりますね。ただその徴兵元っていうかスポンサーによっては、ちゃんと気を利か
貸して五つ星のいいホテル。五つ星ですか。はい、そうなんですよ。ほとんど五つ星。一回も泊まったことないこれ。ただあのね、その時にホテル側によく言うんですけど、はい、もうとにかくエレベーターもどんどんもね知らない人間でしょ、はい、で、まあ、階段で降りなさいと降りるかもしれない、うちの団員だったら、うん、でもやっぱりねホテル側としては他のお客様いらっしゃるから、まあ、エレベーターを皆さんに一緒に乗ってください、ね、やり方はこうですよって教えて、はい、まあ、覚えてたんですけど、中には降りられなくなって方もいました、うん、ああもう帰ってこれないんですか、うん、で、うん、とにかく上がった下がったしてんじゃないですかそれでおかしいなっていうことで、うん、あの台がね下で行ってるか降りてこないと、はいはい、で調べてもらったら、うん、とにかく上がったり降りたりねそれまあでも、まあ、そういった経験をした中でどん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 ね、あの経験者が次の、はいはい、あの大変に教えて教えるわけやね、うん、俺日本でこんなことしたけども、うん、自慢話で教えるんですよね、うん、だからそれお前エレベーターって知ってるかと。それからあと食事、これはもちろん私は食事はもう、あの、まあ、ほとんど農民ですから、ご飯は必ずあるね、白米ね、はいはいはい、で5つ星ホテルとか、まあ、ホテル泊まったホテルには、とにかく1キロを5人と思ってくださいと言わないと。お1キロ5人、うん、はい、普通は1キロ、あの 100g が1人でしょ。ほうほう。で10人じゃないですか、はいはい、ああ200g いくよってことですか。もう2倍食べるから。ほうほうほう、うん、それで、大変他のお客様にご迷惑かけたのは、あのビーフスタイルだとみんな並んで取りますよね、うん、うちの台が来ちゃうと後ろの人の分がなくなっちゃうんですよね。あららららら、うん、だからそういった失礼なことあるからってホテルに言っても、びっくりするぐらいにすぐなくなります。まあ、そう、うん、あとね、分かってね、チャンスというかね、そんな機会なかなかないですよ、うん、それ食べないですよ。それとまあ初め私は前の方にもね、お詫びしておくんですね、まあ、こういうグループなので、はい、うん、失礼なことあったら申し訳ないですけども、うん、ってことをお詫びしてるから、まあ、問題大きくならなかったんですけど、うん、いやすごいですよね。あ、そんだけのパワーがありますか、うん、パワーっていうか、やっぱり珍しい美味しそうなものが、うん、だからあの食事もおかずもデザートも一緒なのよ、なし、うん、チャンプルって言うんじゃないけど、うんうんうん、で、あとはやっぱり日本のスポンサーの方もいろんな気を使ってくださってね、はいはい、いろんなもん出してくれたんだけど、やっぱお刺身ダメでしたね、うん、ああ食べれないんだ、はい、やっぱり、はい、で、5、6回日本公演についていくようになると、はい、お刺身も食べるようになりましたけど、はいはい、で、ああ食べるようになりますか、やっぱなるなる、ああなれるもんですね、うん、美味しいっていうもんね、最後は。ああそうですか。で、とにかくご飯が美味しいですから。ああご飯美味しいね。お米の力はやっぱりバリより日本の方が高い、うん、真珠のようなご飯って言うからね。ああそんなこと言いますか、うん、へえ。あとは私がインドネシアからもう必ずサンバルをたくさん、はい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 、サンバルはもう必ずあれが彼たちのソースですからね。ひょっとしたらバワンゴレンなんかも持っていきますね。持っていきますね、うん、やはりね、バワンゴレンあたりは絶対必要になってきますよね。で、ある日ね、サンバルがなくなってしまって、あるホテルの、まあ、キッチンを借りて、はい、サンバル作ったんですよ。あら、ね、素敵。はい、わがまま。いや、だけど、はい、私はほらインドネシアの感覚だから、はい、あ、できると思ってたら、はい、ふわーっと匂いがね、あ、やっぱ強いんか、うん、で、やっぱホテルですからね、はいはい、これは何の匂いだということで、はい、ほら、ほらますまあ、一応困ったでしょ、ホテルも。あ、そう、苦情は来なかった。来たんじゃないかな。あ、それで、申し訳ないということで、まあ、じゃあ謝りに行きましたよ、ロビーにいるお客さんに。あ、そうですか。実はこうで言ったら、うん、いやすごいわね、大丈夫ですよって言いません、すごい匂いねで終わっちゃったね。まあ五つ星ですからね、うん、あと困ったのはフランス行った時に、はい、フランスはご飯はねあんまり食べないでしょ、はい、それでもう朝の朝食行ったんびに硬いフランスパンがこう並んで、はいはいはい、フランスパン、うん、まあサラダとかね、はい、で彼たちはそれお菓子と思って食べたわけね、はいはい、でイブいつご飯来るんだよって言うから、いやこれがご飯だって、うん、私もついそこまでね、よくあるマリジンって白米ライスを食べるまで私はご飯を食べてないって言うじゃないですか。で食パンでも何でもおやつじゃないですか、うん、おやつおやつおやつ、うん、だパンさんざん食べてお腹いっぱいやってるだろうなって見てても、うん、セアブルームはあかんって言うじゃないそうそう、それでフランス行った時はもう1日2日ぐらいまで我慢したのね。3日目になったらイブ我々はねこのパンで喧嘩をしなくちゃいけないっていうの、うん、そのぐらい腹が立ってるこれ長いパンじゃない、カチンカチンと音がするから
じゃあそれで分かって、もう早速で、フランスっていう国はね、手に入るんですか。まあ手に入るでしょうけど。いや、あるんですけど、うん、あのフランス人って言ってしてるんだけど、今回もアルジェリアの問題あるけどさ、はいはい、結構ね堅物なのよね。あ、もう両サイド見てくれないし、でもアジア人だし農民だから、うん、なんとかご飯、だうちのホテルでは受けられませんと。はい、うん、でしょうがなくて、うん、こうあの中華料理ね。あ、中華料理か。あ、料理行って、ね、うん、そこでね、だからスポンサー大変でしたけどね。大変でしょうね、うん、ホテルのお金も払わなくちゃいけない、外の食事代も払わなきゃいけないし、うん、まあ、でも皆さんよくやっていただけますよ。そうかそうか、うん、そんな感じの、やっぱりいろいろ食の大変さってもありますね、うんうん、よろしかったでしょうか。でもね、あの日本のね、あの商品もとは本当に皆さんよくやってくださるから、保険まで入っていただいてますから、何か病気あればね、うん、フランスはいまいちやったということで、うん、ちょっとね、フランスの食事を、まあ、私もちょっと気がつかなかった、ね、自分がパンとそうだ、パンでも、ね、サラダ好きだから、わかります、わかります。じゃあ次の、あとね、あ、ごめんなさい、1個日本ですごい喧嘩して、はい、うちの大夫びっくりしたのは、はい、帰国する夜かな、うん、向こうの商品元の方が来て、はい、まあ、生産になったらどうですよと、支援料いただくために、うん、そしたら契約書の中で私は一切書いてないんですけど、源泉徴収って、ああ、ね、税金か、税金、うん、私はそれ知らなかったわけ、はいはい、それで契約書にも10% 取りますよって書いてないから、うんうん、はいはい、そのまま帰れると思ったわけ。おうおうおう、そしたらまた揉めましてね、はいはい、それを払わなかったら遅刻させないとか、いやいや別にいいですよと、遅刻させるさせないじゃなくて、うん、我々もビザが期間があるから、うん、いやでもおでも遅刻するんだけど、うん、今更になって源泉徴収を払いとか、うん、そういうのをね、夜明けの空港行くまで戦った時ある。素晴らしい、うん、でも最後は払わないけどまあ本当そういう ね厳しいところに、あの団員は考えられないね。そらさ、団員の源泉徴収何のことっていうの、うん、こっち税金ってあんまないもんね。まあこれ今はあるけどね。ある、全員払ってる。今は厳しくなってるよね、結構会社やってる人ぐらいだよね、税金やるのは。いや一応基本的に払わなきゃいけない。あ、そうなの、あのバリ人みんな、そうなの、そうなってんの。ああ、その辺は勉強不足。またルブドは違うんだよ。そうなの、ルブド違うの、メンバーサイルで違うから、ね、あ、そうか。まあでもだんだんそういう税金のシステムになってくるから、うん、僕は言われた関係ないからね。コテッチャーなんて、コテッチャーあたりが、うん、あの資産とか今頃、はい、今から名義に変更した方が楽よ。そうです、後々になるよりは。なるほど、うん、うん、わかりました。じゃあちょっと次の質問を聞きたいと思いますけどね。ちょっと僕の方からね、質問を促したい方がおられまして。あの、最近ね、最近じゃないですね、もうちょっと時間は経ちましたけども、新しくね、バリ人の男性と結婚された女性の方がね、今会場の方にいらしておりまして。はい、僕の友達なんですけどね。その、まあ、新婚さんというにはちょっと時間は経ってしまいましたが、せっかくですから、バリ人の、なんですか、バリの家庭に嫁いだ女性としての質問を一つ、そうだね、和子さんの方に、立場でもね、聞いてみてはいかがでしょう。はい、困ってることあるでしょ。やはり文化の違いもありますから。ないなかったなかったね。夫婦円満の秘訣を、じゃあ夫婦円満って、ちょっと前後からずれますけど、まあせっかくですから夫婦円満の秘訣を。いや、とにかく結婚するのは本人同士だからね、はい、本人の理解ね、それから本人どちらかが耐えるどちらかがね。ああ、これはずっと言ってますね、僕結婚した当初から言われてますね。あの、夫婦はどっちかが耐えるんだよ、うん、どちらかが耐えて折れるね、折れる、ああ折れるって言ってますね、うん、皆さん折れてますか？折れてる人いない。皆さん、みんな相手方が折れてるって言ってますね。旦那さんが、旦那さんでしょ、旦那さんが折れてくれてる、奥さんが折れてくれてる、うん、という奥さんが折れてくれる、やっぱり日本男児だよ、日本男児ですけど、うん、もう亭主関白ですか。いや、バリ人も亭主関白なのよ。あ、そうです、ね、でもね、理解と感覚が違うんだよね、ほうほうほう、日本人の男性とね、ほうほうほう、だから多分彼なりには相当耐えてるよ、広子。
おお、ダメだダメだと今一瞬止めたよ。あのね、耐えるというか、多分ごめんなさいね、彼が、あの、なんていう、低いとかそういうんじゃなくて、理解しにくいと思う。文化が違うからね。文化が違うし。土台が違うからね。だからあなたが考えてるね、このスペースと、彼の考えてる、多分違うから。私、十年でも、いまだにお互い理解、ね。夫婦。そう、夫婦。ないね、そうね。だからどちらかが折れるか、お互い理解して耐えるか、そうしなかったら1回結婚しようが2回離婚しようが同じですよ。2回結婚しようが2回離婚しようが同じ。同じ。そういうの差がすごいです。繰り返しですよ。ああ、そうですね。やはり折れることが大事だね。まあお互いにね。お互いに。それだけじゃダメだよ。それだけじゃお互いに折れないけど。お互いに折れない。だから私ね、だから先ほど今、新子さんいるけど、新子さんいますね、新子さん、せっかくでした。ちょっと旧新子さんもいるんだけど、でもあの、見てね、私すご、バリってすごいなと思ったのは、ほうほう、その新子さんの、その日本妻のね、日本人妻、いいでしょ、今ね、新子さんでね、彼女がね、儀式したその後、はい、あったんですよ。ああ、結婚の儀式の後に。後に、ほうほう、後に、その時のね、彼女のね、この印象、はい、あまりのお祈りとか儀式ってすごいなと思って、おもうそのパワーが入ってるから、顔つきも仕草も、違うの、普段のと。もうちょっともうバリオになってるという、うん、なんかこう落ち着いて余裕持ってるの。ほうほうほう。だからこれがバリの儀式なのかなと思って。祝福されてるわけだもん、その段階で。うん、まあバリのパワーが入ってきてるな。入ってるってことですか。どうですか今お顔を見て。いや落ち着いてます。落ち着いてました。二人とも。二人とも。うん、あの旦那さんの方もね、顔つきが変わってきた。おお、しっかりしてきたね。すごくしっかりしてきてる。うん、今彼はね自分の話をされてるとは一切気づかずに違うところに集中してる。あのね、今ドラールの話をしてるからね。いや本当に分担ドラールされてる。この彼は変わったよね。なんか一つのこう芯があった。あんまりこう自覚もあるんだろうね。そうですね。まあ。やっぱり人生ある程度余裕を持てば、余裕を持てば、やっぱりマリキンから見たらやっぱり日本の奥様をいただいたってことは、はいはい、ああそうです、自分に対してのやっぱり学ぶことも多いし、はいはいはい、まあ苦労することも多いと思うんだけど、そうですね、でもやっぱりここで得られないものが妻側の方からいろいろ指導もらえるし、一番ミニマムなこう文化交流ですからね、しかも濃い。まあ、そうですね。もう逃げられない文化交流ですから、うん、僕はね日本人のお嫁さんなのでなかなかそこを言うのないですけど、小手さんもあるでしょ、それは、いや僕は誰でも一緒だと思います。あ、もうね、何ですか、いや、何ですか、関係ないで、僕は僕僕は僕でも、ね、でも小手ちゃんの場合はね相当奥さんに助けられていく。前奥さんが折れるタイプだもん。これが折れるタイプだもんね。あのね、彼はね、本当に素晴らしい。彼。いや、彼は、まあ、彼も素晴らしいんでしょう。別の彼。いや、コテッチャー。でもね、コテッチャーの場合は本当に、あの、いい奥様に巡り合って、ただ彼女のおかげで彼も今。いや、毎週のね、ウドラジオの最後に、あの、イノシア講座ってやらせてもらってるんですけど、なんかあの、夫婦のやりとりがね、微笑ましいというか、なんていうか、こう、いいですよ。それとね、やっぱ彼がね、彼がやっぱり彼女を信じてるからね。はいはい。うん、それはすごいと思う。そうね、お互いの信頼、信頼関係だもんね。そうですよね。まあ、あの、バリ嫁になった方々は、何をうまくやるかというと、やっぱり大家族だから、その家族とね、いかにね、器だけでもいいから、はい、ね、器だけでもいいから、やっぱりうまくコミュニケーション取って、あのできないことたくさんあると思うけども、できなくてもいいのよ、あの一緒に参加すればね、ほうほうほう、参加してそばにいてお茶を取るなりね、 お掃除をするなり、それだけでも家族および周りの近所の人も、あ、やっぱり今聞いてこれはね、聞いてると思ったけど、バリとの関係だけじゃないね、多分その結婚してやっぱそのいや、ね、特にバリは、特にバリはそうだけどね、厳しいと思う、そうだと思う、いることが大事っていうのはすごいですね。できなくてもいいからそこにいることが大事ですね。参加すること、参加することが大事ですね。参加しなくなっちゃったらもうね、もう一切
いや、なんかあったとき、ね、助けてもらえないもんね。一番感じると思う。過去は襲ってくるわけですよ。そうですね。そういう過去はね。まあ、これは、ほとんどよし。なんですか、なんですか。結果を見せてる。いや、僕の結果も見せてきてる。ああ、どうぞどうぞ。はい。質問がありました。はい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 。やっぱり古典音楽もありますし、ジェゴクの曲が作曲されているものの、アスタナ演奏するようなスターラードのジェゴクの曲が作曲されているものか、それともオリジナルで作られたものなのかという、うん、やっぱりオリジナルが基本ですよね。一代だって一旦伝えてますもんね、その文化として。うん、古典から今現代、まあ、海外公演とかそういうの増えてきたし、やっぱりリズムをね、多少変えていくっていうのは、でも音階は昔のままだから。それと作曲するのもやたら勝手に今日だから、もし例えば今日何曜日、今日は金曜日、金曜日、あ、金曜日だったらこの方向からスタートとか。曜日で決まるんですか？そうそう、曜日で決めたの。そうそう、だから今日作曲する曲は金曜日だから、金曜日ではダンとかドゥンとかドンとかあるでしょ、はいはいはい、それで決めるんですよ。そうしないと後々その音楽は、あ、そういうことなの、うん、ある。あ、そういうことなの。今一瞬大雑把と思ったけど違うんだよ。その曜日ではそのことが始めないと、うん、この日はできないんですか。あのダンリンドゥンドンってあるでしょ、はいはいはい、あれが今日はここから出よう。あ、そうですか。あと竹を切る日ね、竹もやたら勝手に切らないからね。あ、そうですか、うん、特に日曜日は太陽の日っていうことで竹は切らない。あ、うん、で竹だって表裏があるから。表裏あるの、竹に。あるんですよ、こうやって伸びてコン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 ってやると、あ、これは前だね、これは後ろだなって知ってました。竹に表裏あるっていうのは、だからそれ音を聞いて、あ、これは音聞かなきゃ分かんないんだ。そうですね、俺は絶対分かんないの。俺、まあ、私も分かんないけど、いや、みんなこうやってやってるんです。で、あ、こっちが表だから、じゃあここをカットしようとか。へぇ、かっこいいね。自然体の中のね、すごい知恵。あれかな、日の当たる角度で表裏決まるのかな。あ、それももちろんだよね。そうだよね、ちょっとね。すごいね。で、あの、はい。竹。オスメス？あるんじゃない？あるんじゃない？竹にオスメスがあるんじゃないか。あと、まあ、もっと、大江さんに言ったら、はい、鍵盤の4音階、はい、これも、この例えばドンだったら、はい、ドンはこっちの方向の先を切ろうっていうのが昔からの。 あ、 あるんですか。ただ今はそう難しくなってるから、まあ、たまにはね、ずっと別な方向のものを切って調律はしますけどね。できることはドンだったらこっちの、うん、なるほど。その4つの音っていうのは東西南北の音を表してる。そう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 。ジェーム、大丈夫ですか？大丈夫ですか？限界っていう顔で、あれ、帰りたいんですか？アベデにも引っ張られちゃってるのかな。月に呼ばれていいんじゃない？呼ばれちゃってるから、もう。見えなかったくらい今ね。すごく見えなかった今もう。まあ本当にあの今日ね、うん、こんな私のまとまりのない雑談ですけども、いやいやいや、まあとにかく明日、明日ね、公演見に来てください。あのその時先ほど言ったあれ音、うん、音の戦い、はい、音の戦い、ムバルン、これムバルンっていうのがやっぱりジェゴクの醍醐味。これをね、おそらく皆さん、ムバルンが楽しみだという方、あれ意外、あれムバルン、ね、ムバルンを知らない皆さん。あの、ムバルンっていうのは2チームで、音の戦い。音の戦いですよ。あの、2チームが全く違う音を演奏して、もちろん。あ、それがメインですからね。醍醐味ですから。これが、これを見ずして何が地獄かという。サントリーホール来ていただいたんですよね。あの時、360度。ああ。円形の、そうで後ろからも見れましたもんね。あれはすごかった。それはまたいいですね、うん、でサントリーホール自体がそんなアジアのさ、はいはい、片田舎のね、伝統音楽なんかやるようなホールじゃないのにやっていただいたんですよ。あの素晴らしい、素晴らしい、うん、360度客席、いいですね、真ん中で、
このムバルンっていうのがね、本当にその全然違う曲をお互いに弾き合ってこうぶつかり合うっていうその、うん、だからお互いあの各チームごとに秘密兵器みたいな音をね作ってるんだお互いに。そう、それでこう負けそうになると、はい、今度はこのピッチの出し方を変えればまた音が変わってくるし、あとの相手の音をこう消すような音とか、うん、押さえつけるような、まあ、これもテクニックだよね。音の格闘技と言っていいんじゃないでしょうか。だから小手さんの担当したらそこだもんね。あ、今トランス状態だから。もう今ボフトボフトで勝間さんのトークでトランスがちょっと早かったけども。もう今から自分暗示かけてんじゃないの？俺かかるんじゃないかな。今もうだいぶトランスに入ってらっしゃるんで。これがジェイクのパワー。まああのトランスにかかりやすい人は、やっぱりどこから心にね、こう空間があるんで、空間がある、空間がある、よく言えば純粋、隙間がある、隙間がある、あの単純でかかりやすい、だって、素晴らしい、すでにもうトランス、こうこれがトランスだということを見せてくれてますけど、明日は撮影係だから、よろしくお願いします、明日は撮影、全部ブレてんじゃん、頑張っていただかなきゃいけないからね。本当に本当にいやもうトランスもあるでしょう。このムバロンを楽しみにしてきていただいても本当に本当にあのジェゴックの演奏はムバロンがメインなんです、ね、メインですね。あれほどね気持ちいいものはないから、ね、だからもう今夜からチューニングして相手の音をね、はい、しっかりこうやる、うん、おそらくこれはねいいですよ。あとね明日聞いていただくと分かるんですけど、はい、初め演奏する音と中間、はい後半音が変わってくるのは分かると思う。ほう、あそ竹の状態がってことですか。状態と向こうの空気と空気とか温度湿度とね。そう、竹だからすごい周りの環境を受けるそうなんです。そうですね。温度湿度。あとその時間演奏のね熱が加わってくるから。はいはいはい、また明日すごい熱気だと思いますよ。人がやっぱ100人以上の人がバーッと集まって。そうですね。それによってはい。だから日本公演でもあのホールの中でやる演奏は、はいはい、やっぱり一番初めそのホールのこう環境とか、うん、気をつけますよね。そして途中途中チューニングしながらやっていかないと音が変わってくる、はいはい、そして明日の公演はあのジュンブラナー、ヌガラの方でやってる演奏と同じく土の上にそのままジェゴクを置いて演奏します。これは最高です。これが一番赤土の上が最高、うん、あのコンクリート砂の上全然音が、ね、違うそうだ。いいですね。いいですね。ぜひ楽しみしていただきたいですけども、最後まだ質問ありますか？最後って言っちゃったけど、僕から？僕サンダーサッカー質問し続けて僕から質問。ね、人生相談？実は。いやいやいや。じゃあもう明日ね朝からね実はもう僕とか和子さんはねあの。そういうこと雨が降らないためのスンバヤンってお祈りをしにね5つのお寺を回るのでねあんまりね僕聞いてませんチョコルダさん案内でスワラゴンは別に明日プレゼンだからじゃなくて、はい、毎回の演奏のために5箇所のフラ、そうそう、回るんですよ、はいはいはい、でその精子を全部集めて公演場所に持ってやるのね、はい、だからまあチョコロさんはどこ行くか分かんないけど小田さんペジェンのね5箇所のねその雨をこうお祈りする場所はここだっていう5箇所あるそうなんで、あとねこの間先生さんが言ってたんですけど、はい、あの演奏する場所、はい、3箇所あるっていうのよね。ほあお祈りする場所は知ってます。いやそれは聞いてないですね。だからもしチョコロさんはやるのかやらないか分かりませんけど、はいはい、それによっては先生さんがお祈りするかもしれない、そこやってくださいって言うかもしれない、うん、3箇所あるって言ってた。おお、そうか。じゃあそれもまた対応していきましょう、うん、まあ、そういうことなんで、はい、決してショーでやってるんではなくてやっぱり必ず、やっぱり神のパワーは一番初めね神にお釣り穴がね報告して、はい、そしてまあパワーをいただい て無事に演奏終わるとか、はい、そういうの全部、はい、まとめてお祈り、うん、そういう形でやっていきますので小手さん大丈夫ですか。今少しトランスが抜けてきたかなっていう感じで顔色が戻ってますけどね。あトランスしちゃうトランスしちゃうからね飲みすぎると、まあ、改めて本当に
皆さんのご支援ありがたく思います。明日第一と頑張るように。はい、ありがとうございました。というわけで私は好きで頑張りますから、はい、明日もよろしくお願いします。お願いします。ハンコさんでした。どうもありがとうございました。ちょっと最後締めの前に CM の方行きます。カズボさん、ありがとうございました。楽しかったです。いや、楽しかったですね。もうちょい聞きたかったですけど、明日のことがありますんで。あんまりね。あんまりね、ここで。秘密兵器出された方がいいからね。秘密兵器あるんですか？いっぱいある。いっぱいまた次回、ウドラジオでその辺を聞きましょう。はい、今夜から秘密兵器を出してきて。今夜から？はい。何だろう。多分、生徒さんもお祈りしてるからね。ああ、そうか、そうか、そうか。またそれはご期待いただいて、一回 CM で。カズボさん、ありがとうございました。はい、タンパク質切れるから。いいですよ。まあ、やっぱり、ね、録音の音じゃダメなんだよね。あ、これが、知らないです。Besok ada pentasan jegog, silakan datang ke Pejeng. Ah, oh my. マイマイ、まあマリゴでね、おいでおいでって、マイマイ。あ、マイマイさん。マイマイジェゴーって言う。あ、マイマイ。マイマイジェゴーって言ってたんですね。かわいいね。ね、かわいいね。かわいいね。まだ放送してるの？まだ放送してますよ。いや、今ね、カズコさんに。何を？いやいや、そのまま引き続き残っていただいております。ね、コメントが来てまして、カズコさん。何、すごく綺麗に映ってますよ。え？ということで。誰が？あ、ちょっと誰かがわかんないですね。誰？いやちょっと名前はわかんないですね。で音声がちょっと二重になって聞こえる。たまにこういうことありますね。あ、私の声がほらそういう声だから。違いますそんな声ないでしょ。二重に聞こえる声なんで。地獄の銃声音が響いてるから。響いてるから、いやないちょっと多分ユーストリームの方でちょっと問題があるのかなと思う。私綺麗に撮れてるって。あ、すげえ、ありがとう。ということでこの間僕が上げた写真もね、綺麗、すごいいいじゃないかっていう。満月、満月評判でしたか。いやー、というわけで、それだけ？うん、それだけですよ。ただそれだけ？いやー、他にないの？ね、今日コメント少ないですね。皆さんコメントどんどん、ください。あ、質問が少ない、ね。こちらの方まで、いや、何もないけども。ね、質問が少ないってこと？質問、いや、でもね、我々のラジオではね、コメントもともと少ないですから。かぶりすぎだよ、我々が。いや、そうなんですね。コメントしてくれるベゴワさん。ベゴワさん今飛行機だから、そうそう、この話をしなきゃいけない。いつもラジオ聞いていただいてます、あのベゴワンさんという方がいつもコメントいただいてるんですが、ベゴワンさんがなんと一泊三日のチケットでやってきます。この間来はった、今日電話来てはったベゴワンさんが、あの地獄を聞きたいということで、今頃ね飛行機乗ってます。前乗ってないかな、あ、乗ってるね。一番いいって聞いてもらいましょう。これはもうウドラジオが招待しますんで。だって今日出て明日の昼着いて、で煉獄聞いて一泊したら日曜日の昼には帰ってくるんだから、また競技乗るんだから。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。すごいですよね。いや、ますます頑張らないとね。頑張らないとやっぱそこまで来て、何コメントされるか分かんないよね。
そんなことないでしょ。そんなことないでしょ。小沢君も。いやいやいや。楽しんで帰ってくるんじゃないですか。そこまでの思いしてきてくれるんですよ。すごいね。すごいですね。メモワさん、ありがとうございます。まあ、見てないでしょうけども、録画で見たときにね、あの、お待ちしておりますから。あ、で、さっきのコメント、ごめん、あずささんでした。あずさですということでコメントしてます。やっぱりね、綺麗だとね。ね。綺麗だとあずささんがコメントくれますね。あずさは、私は幼女になったから。あ、そうなんですか。仲良し。いやー、そういうわけでもうだそろそろ締めに行かなきゃいけないかなというふうに思ってますけども、明日ね、あ、そう、明日ですね、そうですね、ちょっと当日の会場の模様の話をちょっとしたいんですが、はい、一回トイレ行ってきてもいいかな。誰か誰かここに座る人ちょっとじゃあ臨時で誰か僕がトイレ行ってたら多分出れる方いますか。コテッチカンじゃん、コテッチカン。コテッチカン。いいですか、僕がトイレ行ってる間の5分間。5分もかかるか。一人喋り、やってみましょうか。じゃあ、これからしばし、カズコさんは、カズコ&コテツでお楽しみください。イエーイ。コテツの部屋。カズコの部屋。はい、コテッチカン頑張って。んまだ仕事仕事。いや、和子さんいつもの調子で行ってくださいよ。いや、私いつももう、もう全然いつもだよ。いや僕はこのまま行くと喋んないよ。じゃあビール飲んで。ビール飲んで、タバコ吸って終わってますよ。そうです、二人で。トシ君早く来てよ。まあでも私、あのお話、ね、私は本当に、あの皆さんにお任せっきりなんで演奏するのみなんですけど、いろんな あのお話を聞くと、美味しいバリ料理の食事とかドリンクとか、まあ、おやつ的なものが販売してるってことでちょっと安心したんですよ。本当はそれまで心配だったの私、あれちょっと時間的にね、皆さんお腹空いて夜の9時で耐えてくれるのかなっていうのあったの、本当事実でもそれを聞いて安心しました。あの、うん、美味しい、そう、あの現地の、ね、バリの方々も、ね、召し上がっていただけるし、日本から来た方も、ね、バリの美味しい料理を知っていただけるし、美味しいビールもあるし、ほら、としくん。もう終わり。あのお食事のとか、ご案内しました。そうそう、ちょっと、あ、そうですか、はい、当日あの、はい、ウブドの人気店、あのワルンビアビア、アリ料理を食べられる。そこまで言わなかった。あ、違いますか。あ、いやいや、ビアビアまで言わなかった。あ、言ってます。美味しいバリ料理が、美味しいバリ料理でもせっかくなんで、僕は今回バリ風のバリの空気のまま最後まで過ごしていただきたいということで、ね、バリ料理のビアビアさんにお越しいただければ、ね、つければね、はい。いやいやいや、何で落ち込んでるんですか。困ってたよね、二人でモジモジして。モジモジして。僕は堂々としてる。してないしてない。結構、なんか、どういう空気なのか僕見てないから、なんとも言えないけども。二人で足で蹴ってましたよ。お前が喋れよっていう。でも当時、タテとか、アヤムサンバルマダとか、うん、ね、クレポンっていうね、うん、マリのお菓子も出ますんでね。クルポン、はい、クルポン。クルポン。クルポンじゃないんだよ。クルポン、クルポン、クルポン。あのグリーンのあれでしょ。そうです、そうです、あれ美味しいよね。ビアビアのあれうまいですよ。あれ美味しい、美味しい。ぜひ楽しんでもらいたい。あの日本で言ったら草餅みたいなね。ああ、そうです。草餅のこう、黒蜜が入ってるような、ね、はい。だから食べるとき気をつけないとピシュってどう。そうなんです、そうなんです。それはね、本当気をつけないとね。どうしました。ピシュって言っちゃうんですか。お気をつけて。あのぜひね、ビールもジュースもいっぱい用意してますから、堪能しながら。満月とバリ料理、そしてジェゴクっていうこと、うん、で安心した食事がね、7時から始まって9時まで、はい、食事しないでそういると思ったら、ちゃんと読む、ビアビアさんにお願いしてもらって、まあ、ビアビアさんがあごめんなさい売り切れだという時はビアビアさんに文句を言ってください。その時はビアビアさんの責任でくる。いや、その後ビアビアプラスという、まあその話はまたややこしくなるので、ちょっと置いておきますけども、ビアビア食事もあります。そして、当日そうですね、もう一つ連絡事項としては、ちょっとね、駐車場がね、どうなるかがまだ見えない。まだ見えない。ちょっとチョコレートさん頑張ってね、舗装してくれてたんですけど、ちょっと間に合うかどうかギリギリだということで、最悪路上駐車。絶対路上駐車。路上駐車が多いかな。うん、絶対です、ね。なので、ちょっとご苦労かけるかもしれないかな。申し訳ない。その辺はちょっと、チョコレートさんが悪い。
それは、やっぱりそれ実行委員の準備の仕方が悪いんだよ。申し訳ない、僕、我々が、力不足というところでしたね、申し訳ない。所さんは、もう本当にいい人、すごい協力的だからね、本当に笑顔でね、ずっとね、なんて言うんだろうな、チョコロさんって言えばね、はい、あの私、本当に今回もね、こういうあの縁で、また、ご一緒にね、なんか動くことになりましたけど、なりましたけど、はい、あのまあ、彼のご一家もそうだし、はい、のところあの奥様が、奥様が電波さんの方から嫁いでる、はい、で、その弟さん、はい、チョックロさんの弟さんも旅行業界にいて、はいはい、昔からよく知ってるし、でこの間の、イッテ Q でした、あれ、あ、ごめんなさい、世界の果てまでイッテ Q ですか、違う、これあの関西のほら、関西のコメディアンの、ああ、ね、あの千鳥のお二人が来た時にね、とお世話になりましたね。そこではお世話になって、はいはい、バティックもね、日本から来た女の子が、そう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 、あれ一緒にそうでしたね。で、そういったご縁があって、今回またこういうご縁、こういうご縁があのまま続いたご縁でね。だ僕今回ね、たまたまね、みんなで話してて、そのペジェンっていう街がすごいんだよってことをスウェーデンが話されて、うん、で、じゃあチョコルダさんっていう人がいるかなっていうんで、どんどん進んでたんですけど。ね、でチョコロドさんというのはあのスカルノ大統領、初代大統領、はいはい、あの方とすごい深い、あ、そうですか、はい、それであの昔のタンパクシリンの宮殿ね、はいはい、旧大統領の脇にあるあの宮殿の前管理人はあの方だった、そうでしたか、あ、だからか、だから昔からスレントラさんとスワラムのジェフサンデさんは縁があって、その大統領が来た時に講演をするんですね、踊りとかの、でその時の練習場としてチョコロちゃんのところで、はい、もうやったことあるし、別にジブックばかりじゃないのよ、うんうん、その時は踊りとかもあったんですけど、はいはい、それであのなんだっけあれチョコロさんは、うん、な私今何を歌うかというボケが出てるね、うーん、なんだっけな、特別なあれがあるんですよ、あの、はいはい、初代大統領からの、はいはい、うん、彼はね、なんだっけな、なんでしょうね、あの迎賓館みたいな昔ほうほう持ってたんですよ、あの近辺にあるはずです、だから今はね、ほらキャンプワンとかああいうところでも迎賓館として昔から使ってるけど、あのペジェンの宮殿の近くにもあったんですよ、迎賓館で昔はそこで、うん、国のお客様は、うん、国賓の方がそこに泊まられる、だからあの方の歴史を聞いたら多分そういう話も、いや面白い方ですよ、小田さんめちゃめちゃ面白そうな方、オランダ形式の建物じゃん、あ、そうだと思う、あ、入ってる、ああ、知ってますか、あれが昔からの、だから今ね、チャンプワンとかあるけど、うんうんうん、その前はペジェンの方で迎賓館があったんだ、知れば知るほど奥深いですね、ペジェンっていうのは、知らないことがいっぱい、知らないこといっぱい、もう僕なんか本当知らないこといっぱいだね、お恥ずかしいですけど、こうやって一つずつ勉強していくっていうのも、いや、あのバリというのはね、うん、いくら勉強しても終わりがないから、あ、本当ですね、合わせることないって、自然に生活していく中で覚えていくからね、いい言葉、だから結婚と一緒でここにいることで少しずつでも覚えていくだろうし、いや、いてもね、このバリのバリのこの文化はっていうか宗教っていうかね、そうだね、生活にしてもいいし、それを勉強しなくてもいい、そうそう、まあ、ここに入っていけばいいのよ、そういう時言ういいこと言ったら、そうよ、入っていけばいいんだよ、入っていけばいい、うん、参加することに意味ある、ああそうか、そういうふうにおっしゃってましたね、参加することが大事なんです、素敵な、ありがとうございます、というわけでじゃあそろそろ一回締めますけども、あの一回ってもう終わりでしょ、裏ラジオやってもいいんかな、少しだけね、15分ぐらいでもね、あのちょっとぶっちゃけトークじゃないけど、裏ウドラジオというのをやってるんですよ、ネタがあるんだよきっと、えいや、そこは今日は和子さんいてくれないと困る、なんか、まあ、でも、ね、僕らね早く帰らないと明日あの朝早いんであれですけど、まあちょっと15分ぐらい裏ウドラジオ、あ、コメント来ました、ちょっと待ってください、あ、まずですね、ありがとうございます、菅子さんですね、楽しいですと、明日行けないですが頑張ってくださいと、あの菅子さんってこの間電話来てくださったあの菅子さんって方いらっしゃいますけど、すごい行きたがってたんですけど、やっぱりなかなか来れないんですよ、そらね言っても仕事ありますしね、急に菅子さんって仮装にも来ていただいた、仮装って仮装パーティー、あ、仮装パーティー、仮装っていうか誰かと思って、違います、違います、その仮装じゃない
そして日本語難しいから気をつけなさい。ベゴワンさんからコメント来ましたよ。ベゴワンさんから。どこで見てんだろう。これから羽田を立ちます。楽しみにしてますよ。あ、待ってます。リアルタイム。あ、聞いてくれた。すごいね。聞いてくれた。聞いてたのかな。すごい。いやいや、ウドラジオね、こう見てくださるっていうもう明日はもうハグハグだね。ハグハグだね。もう明日なんかこう金一封でも差し上げなきゃいけないですね。ウドラジオに感謝状か、感謝状でもあげなきゃいけないね。1年間アンカさんフリーパスあげよう。なんで人のビジネスだ。人のビジネスだ。T シャツ1枚あげよう。T シャツ1枚で、ね、いや本当それぐらいしたいですよ。ありがとうございますね。まだ聞いてるからわかんないけども、いや嬉しいですね。ありがとうございます。待ってますからね、明日、はい、いよいよ明日全国あとページやります。やります。土曜日ですね。いよいよじゃあエンディングです。お付き合いありがとうございます。エンディング、はい、というわけで、本日もウドラジオスペシャルウィークをお届けいたしましたけども、ちなみに今ね、流れてた曲を作っていらっしゃるあのソニックカフェというデュオですけども、アリオさん、あの、ソニックカフェという、道郎さんと翔さん、この二人もこのスガーラブの J-O-G の千田さんとはすごい、ね、コラボやったことある、コラボもやったことあるし、そのお二人の曲を使ってお分かりになりますけども、本日はありがとうございました、カズコさん。どうも、いえ、ありがとうございました。いよいよ、はい、失礼いたしました。ありがとう、皆さんもありがとうございました。お付き合いありがとうございます。見てくれた方も本当にありがとうございます。いよいよ、明日、ジェゴガットページで満月公演やりますので、また報告の方もブドラジオでしますし、ホームページの方でも楽しみにしていただけると思います。よろしいでしょうか。はい、じゃあ、最後僕の方で、ハニーマゴ田中俊と、アンカサコテツと、スワラグンカズコで、って言ったら、みんなで、お送りいたしました。ありがとうございましたと僕が言いますんで。もう一回言うの？え、もう言ってんじゃないのこれ。あ、じゃあ、こういう順番じゃないの。こう、こう、こう。そうそうです。そらだってゲストですからね。何するの？アニマも田中俊と僕言うでしょ？小手さんが、アンナサコテツと、あーっていうのね。そうそう。はい、わかった。よっしゃ。行きますよ。わかった。わかった。ね、閉めますから。ね、行きますよ。はい、行きましょう。というわけで1時間半ありがとうございました。本日もハニーマンも田中俊と、アンカサコですと、カズコです。あ、いや、スワラグのゲストね。私、自分言っちゃった？自分言っちゃったら。あの、自分を前に出してしまったね、今。もう一回行きましょう。はい、よ。というわけで、2回目行きましょう。はい、はい、本日もハニーマンも田中俊と、アンカサコですと、スワラグンでした。何よ、スワラグンカズコでしたという、もうさっきのカズコくっつけない。編集できないからね、これ。あ、まあ編集するのこれ。編集しない、編集しない、できない。やめて、ビリッと決めますよ。はい、明日のため、これ決まったら明日晴れますが、これで決まらなかったら明日雨ですよ。はい、いいですね。いいですね。はい、ただどうしよう。さあ、というわけでスペシャルウィーク、本日もハニーマゴ田中俊とアンカサコですと、スワラグンのカズコでした。ありがとうございました。ちょっとウドラジオちょっとだけやって終わりましょう。なんかどこで笑うか分かんないよねこれ。いや、もういつまでもやってていいんですよ。じゃあちょっとやろうかな。もうそこはもうね、またやるの。